高齢者介護施設において注意したい日常の感染対策についてお話をさせていただきます。私は岡山極東病院感染管理認定看護師、神田節子です。感染症は病原体が体内に侵入し、体内のある部分で増殖し、宿主が発病することです。病原体に感染した人が感染源となり、感染者から病原体が排出され、何らかの経路によって感染性宿主へ侵入し、宿主が生体の防御反応の結果、発病を起こします。この連鎖によって感染症、新型コロナウイルス感染症は起こります。施設内での感染を予防するには、感染経路を断ち切ることが感染対策の基本となります。新型コロナウイルス対策として、施設では感染症を持ち込まないために、日頃から感染する可能性を念頭に、手指衛生、2メートル以内で会話する前のサージカルマスクの着用、休憩室、ロッカー、カンファレンスルーム、帰り道など、マスクを外す機会に注意をしながら、人の集まりは少人数とし、共有物を減らし、こまめに消毒をされていることと思います。さらに、職員間の感染を予防するために、出勤前には体温を測る、体調に変化があれば職場に連絡して出勤を見合わせるということに心がけておられると思います。微熱や軽度の気道症状がある場合は出勤しない、業務中なら業務を中断することが大事です。他の職員に迷惑をかけてしまう、これぐらいは平気だなどと思わず仕事を休むことが感染拡大防止につながります。体調不良時に休む文化が大切です。自分のため、同僚のため、利用者のために心がけましょう。新型コロナウイルス感染は、症状がない人や症状が出ても自然に治ったり、医療機関で確定診断を受けてない人も相当数いると見られています。毎日の陽性者数は氷山の一角です。したがって、目の前の人はすでに感染しているかもしれない、自分もすでに感染しているかもしれないと思って行動しましょう。その行動には、誰もが何らかの感染症を持っているかもしれないと考えて、感染症の有無にかかわらず、すべての人に適用できる標準予防策を用いましょう。標準予防策の基本は、すべての人の血液、体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜に直接触れる、あるいは付着したものとの接触は、感染の可能性があるものとして、防護具を用いて自身を防御し、同時に感染拡大を防止することです。感染防止において大きな役割を果たすのは手指衛生です。手指に目に見える汚れがないとき、ケアに入る前、清潔が求められるケアの前、細菌の運び屋にならないために手指消毒を行います。手指が目に見えて汚れているとき、タンパク質で汚染されているとき、血液、体液で目に見えて汚染されているとき、体液に触れるケアを行った後、細菌を持ち運ばない、持ち帰らないために石鹸を用いた手洗いを行います。手指衛生はこのどちらかの方法を選択して行います。手指消毒の手順にはいくつか紹介があります。消毒薬の適量を取り、初めに両手の指先を消毒することを勧めています。次に手のひら、手の甲、指の間、親指、手首も忘れずに乾燥するまで消毒薬をすり込んでください。ここでのポイントは、強くすり込むことで手荒れを起こしやすいのでご注意ください。次に、石鹸と流水による手洗いの手順です。手荒れを防止するために、まず流水で洗浄する部分を濡らしてください。そして石鹸液を取り、手のひらで手の甲を包むように洗い、指の間、親指の周囲、指先、爪、手首という順番で石鹸で洗い、
その後、流水でしっかり洗い流してください。そしてペーパータオルで水気をしっかり取ることが大事です。感染対策のポイントは、ケアの前後、1ケアごとに手指衛生を行うことです。食事介助の前後、排泄ケアの前後、マウスケアの前後など。そしてケアによる体液暴露のリスクに応じて防護具を着用します。手袋やビニールエプロンは利用者ごと、ケアごとに交換しましょう。手袋やビニールエプロンを外したら手指衛生を行いましょう。また、利用者の手指衛生も行ってください。自身でできない場合は、ウェットティッシュや殺死機種消毒剤を活用し、解除して行っていきましょう。次に、防護具の着脱方法です。防護具を着用する前には、長袖を着ている場合は、袖を腕の近くまでまくる、腕時計を外してください。手指衛生を行い、ガウン、エプロン、マスク、アイシールド、手袋という順番に着用しましょう。また、外す順番は、手袋、ここで手指消毒を行い、ガウン、エプロン、また手指消毒を行い、アイシールド、手指消毒を行い、マスク、そして手洗いを行いましょう。マスク着用の際には、表と裏を確認しましょう。現在、プリーツが一方向に向いたものと、真ん中からプリーツが上下に向いたものが市販されています。ノーズ部分にワイヤーを当て、プリーツの向きを写真のように確認して当ててください。紐の取り付け位置で、表と裏は判断できません。ご注意ください。次にマスクの付け方です。マスクをつける前には、まず手洗い、あるいは手指消毒を行ってください。鼻と口の両方を確実に覆い、ゴム紐を耳にかけて、隙間がないよう顔にフィットさせてください。間違ったマスクの付け方は、口だけ覆い、鼻が出ている、ゴム紐が緩い、使用中のマスクを顎にかける、顔にフィットしていない、このような状態では十分な防御はできていません。そしてマスクを外す際には顔の部分に手が行きますので、手洗いまたは手指消毒を行いましょう。外す際、マスク本体に触らずゴムの部分を持って外し、すぐにゴミ箱に廃棄しましょう。またここでもう一度手洗いを行ってください。マスク不足により、昼食時などに、マスクを保管する場合、口に触れる面を内側に折っておくと良いでしょう。次に手袋の外し方です。外側をつまんで片側の手袋を中表にして外し、まだ手袋を着用している手で外した手袋を持っておき、手袋を脱いだ手の指先をもう一方の手首と手袋の間に滑り込ませ、そのまま引き上げるようにして脱ぎます。2枚の手袋を一塊になった状態でそのまま廃棄します。ガウン、エプロンの外し方です。ガウンは紐を外し、ガウンの外側には触れないようにして、首や肩の内側から手を入れ、中表にして脱ぎます。小さく丸めて廃棄します。ガウンの種類によっては、首や腰の紐を引きちぎることができるものもあります。次にエプロンです。エプロンは首の後ろにあるミシン目を引き、腰紐の高さまで外側を中にして折り込みます。左右の裾を腰紐の高さまで持ち上げ、外側を中にして折り込みます。後ろの腰紐を切り、小さくまとめて廃棄します。対面を避けるための異常動作の紹介です。こちらはビデオをご覧ください。はい、じゃあ今から、車椅子からベッドへの移動の方法の説明をします。まず正面に立って、ベッドに移る近い方の足を、中に入れて、
挟み込むようにします。はい、で患者さんは少しお辞儀をしてもらって、外側の手をここ首元に通してここのズボンを持つようにします。ここの手をこっち側入れます。でこの左手の方を後ろのズボンここを持つようにします。で、これで移乗をします。でこの時のポイントは足でしっかり挟み込むようにして、下にこうグッと患者さんを持ってもらってでこの移ってこういうふうにします。で離してでしっかり座位を安定させて足の位置を戻して車椅子をちょっと足の位置ここ気をつけてもらってで戻して、はい、これでベッドへの移乗は完了です。はい、それではこれからベッドから車椅子への移乗をしたいと思います。まずは、ベッドの高さを車椅子と同じぐらいか少しベッドの方が高いぐらいの高さに合わせます。でそれから車椅子を寄せます。でこの足をちょっとこの中に入れるようにしてフットレストと、ここは足の場所フットレストって言うんですけど、それよりもちょっと中に入れるようにします。で先ほどと同じように自分の体の正面立ってで膝を挟み込むようにします。で、患者さんまた少しお辞儀してまたこっちの近い方の腕を、この中に入れてズボンを持ちます。ちょっとですね、ここから首を通して内側に入れます。でまた後ろの方の手を、対角線上のズボンを持つようにします。でこれで、ここからのポイントはまた患者さんはしゃがみ込むをしてもらってで膝でしっかり挟み込んででグッと浮かせてグッと回ってはい、で車椅子に移します。でゆっくり気をつけて足を取って、はい、これで以上完了しました。食事介助のポイントです。介助の前には必ず手指衛生を行い、マスク、エプロン、アイシールドを着用しましょう。介助は1名ずつ斜め後ろから飲み込みの様子が観察できる位置に座ります。むせやすい方の場合はあらかじめフェイスタオルを用意し、むせた場合に飛散を予防しましょう。介護職員は上体を後ろに引くか、唾液などが飛ばない方向に体を反らすなどし、浴びないようにしましょう。他の利用者の介助が必要になった際には、他の介護職員に介助を依頼しましょう。また、食後の口腔ケア時には、防護具をつけたまま斜め後ろから介助しましょう。排泄ケアのポイントです。おむつ交換、ズボン等の着脱介助、ポータブルトイレの排泄物の処理時には、排泄物に直接触れなくても必ず使い捨ての手袋、エプロン、またはガウンを着用して行いましょう。手袋やエプロンは1ケアごとに取り替えるとともに、手袋を外した際には手指衛生を行ってください。噴口感染の恐れがある場合には、専用のトイレを設けることにしましょう。また、トイレは定期的に清掃を行ってください。入浴介助にあたってマスクが必要かという質問をよく受けますが、よくわかっていません。マスクをするメリットは飛沫の吸い込みを減らすことができる。デメリットは濡れた場合にどれほど効果があるのかということ。では、フェイスシールドを使ってはどうかというと、メリットとしては顔面への飛沫の暴露を減らすことができますが、曇って入浴がしづらいというデメリットがあります。いずれにしても、入浴前の利用者の体調の確認と、脱衣中も可能な限りマスクをしていただき、可能な限り対面にならないということに心がけることが一番かと思います。現在ではマスクをつけて介助している人が多いようです。次に生活環境を整えましょう。共用部分が多く人が触る場所は定期的に消毒剤を用いて拭き掃除を行ってください。机の脇や座面など手がよく触れる場所に注意しながら拭く順番は上から下へ拭きましょう。さらに定期的に換気を行ってください。
密閉状態にならないように対角線上にあるドアや窓を利用して1時間に10から15分の換気を行いましょう。拭き掃除や換気は毎日の実行可能な時間を決めて回数を決め業務に組み込むと良いでしょう。消毒についてです。消毒液は手間が簡単で管理しやすいものが良いでしょう。作り置きは濃度が下がり消毒効果が落ちる場合があります。作り置き中に細菌が混入し繁殖し新たな感染のリスクが生じる場合があるので単回使用できるものを採用するか単回使用分を作ります。管理においては車高の消毒液は扉付きの用紙に保管しましょう。適切な濃度で消毒時間を守りましょう。消毒途中の容器へ消毒液、消毒が必要なものを継ぎ足さないでください。消毒に使う容器は消毒液の濃度が下がらないように、容器の中に異物が入らないように蓋付きのものを用意しましょう。まとめです。新型コロナウイルスに対しては手指衛生、ユニバーサルマスキング、3密回避、職員間の感染予防として体調不良時は休むということを対策として行っていく必要があります。そしてまた平素からの標準予防策、手指衛生の遵守、防護具の適切な使用、環境整備などを改めて再確認し継続していくことが求められます。コロナウイルスが収まっても青色の文字については今後も継続して行うことが求められています。以上で終わりです。